京急線形電車は1959年12月に登場し、1960年1月13日に営業運転を開始した京浜急行電鉄の通勤系電車。新線形の登場以降、識別のため旧線型と呼ばれることがある。本校では線系の試作車となった初代800系京急車両工業を通してリースされた。 京成電鉄線形電車、並びに、千葉急行電鉄線形電車、京急から譲渡された北総開発鉄道7150、軽電車についても記述する。また、突起のない限り以下の文中では、各種文献に倣い、京急本線上で南側を、浦賀より、または、浦賀方、北側を、品川より、または、品川方、東側を、海側、 西側を山側と呼ぶ。編成番号は、裏側方戦闘車の車両番号で代表する。線形は、本形式。新線形は2002年登場の線形。800系は1978年登場の800系。700系は1967年登場の700系。600系は1994年登場の600、型を指す。 東京都交通局1号線乗り入れ用として計画され乗り入れ開始に先立つ1959年に製造を開始1978年までの19年間で旧デハ800系850型からの編入車を含めて356両が製造された1968年までの製造車では車体製造者により台車が異なり 伝送品の製造者により、駆動方式、歯車比、伝送構成が異なっていたが、1971年以降の製造者では統一されている。全社電動車の2両1ユニットで構成、M1 系車に、主制魚機、M2 系車に補い機類を搭載する。伝送品などの一定の制約の下で、比較的自由に編成外を行うことができ、 1970年代から2000年代に、至るまで頻繁な編成外で需要の変化に、対応してきた。1968年6月21日の都営1号線、相互乗り入れ開始以降直通運用に使用され、都営浅草線、京成電鉄、北総鉄道北総線の各線で運用されたが、2008年11月7日に、乗り入れ運用を終えている。 運転台の有無や搭載機器に関わらず、356両すべての車両形式が、出破線形であるため、単一形式としては、私鉄最多製造車両である。基本的には、連番で車両番号が不番されたが、搭乗時の編成量数ごとにまとまった番号とした、ため欠番があり、最終期には欠番を埋めるように製造されている。長期にわたって、 京急を代表する通勤車両として親しまれてきたが、新鮮型などの省エネルギー車に置き換えられ、2010年6月27日に、ありがとう運転を行った後、翌28日に営業運転を終了した。営業運転終了後もで8 3 5 1で8 3 5 6の2両編成が、区と 1K の県員用として車席を有していたが、 2011年3月29日付で除籍され形式消滅した。製造が長期にわたったため途中大きな設計変更が何回か行われている。その後の改造により使用債は縮小したが廃車時まで細部に残った差で製造時ごとに分類することができた。700系登場以前に製造された前期製造者と 冷房装置を搭載して製造された後期製造者では搭載機器が異なる。前期製造者と後期製造者は根血可能であるが固定編成中に両者が混在した事例はない。製造年次ごとに細かい際はあるものの大きくは以下のように分類される。書籍などによって以下のような故障、分類が見られる。 本校では356両全車が存在した1978年から1986年の車両番号を元に分類する。全長18メートル、幅1200ミリメートルの片開き3扉、ドア間窓3枚、車端部窓2枚、運転台後部窓1枚。初期の車両は全面非貫通型で登場したが1961年からは、 構造基準改定に対応して全面貫通型に1963年からは方向膜などが独立した窓に収められた形態に変更された。非貫通型と初期の貫通型も後に貫通型独立方向膜窓に改造されている。客用窓は二段上昇式とされ、当初は全開することが可能だったため保護棒が取り付けられていたが、同様に 構造基準改定により、下段窓の上昇幅が 150mm に制限されたため、これに対応して、下段窓の上昇幅を一部を除いて 90mm とし、保護棒は撤去された。冷房車の下段窓は当初固定式だったが、1977年以降の製造車は、非冷房車同様に上昇式とされ、既存車も後に同様に改造された。窓は、 H ゴム指示の固定式である。初期車は H ゴムが灰色だったが、後期車は最初から黒になり、後に全車が黒に変更された。奇数番号車のドアは品川方に向かって開き、偶数番号車はこの逆に開く。M1 車系に主制御器、パンタグラフ、M2 車系に補い器を搭載している。京急線形内装内装色は、 当時製造中だった日本国有鉄道101、軽電車などと同様に壁がオリーブグリーン、天井が白、座席が青、床色が薄緑。座席はロングシート。非冷房車は丸屋根で、換気装置はファンデリア、首振り扇風機、1961年1962年製造車の更新後はラインデリア。冷房車は平ら天井。 各グループ更新前はアルミサッシ室内の R など製造者による細かい相違が見られた。製造途中で使用機器が何回か変更されている。また、1966年以前の製造者では、伝送品は東洋と三菱市が独自に設計したものが使用され、混成してユニットを組むことができず、駆動方式も異なっている。また、 車体製造者が設計した独自の台車を装着し、原則として、東急製の車両には東洋製電装品、川崎製の車両には三菱製電装品が装備されたが、一部に川崎東洋の組み合わせが存在した。各製造時で、東急製と川崎製の比率がほぼ1、1となるよう製造されたため、両車製が混在する編成や、 一編成内に二種類の伝送品を持つものも存在した。主電動機駆動方式、歯車飛種制御機電動化無軸抵抗制御方式、直列十段、並列六段、弱め回、字五段。弱め回自制御を広範囲で使用する。台車終電装置 M1K 車に搭載。1095から1098登場時と、1001から1068。 の M1 優者は、裏側より、それ以外は、品川よりに搭載。補助電源装置かき電動発電機を M2K 車に搭載。空気圧縮機かき空気圧縮機を M2K 車に搭載。冷房装置製造時ごとの特徴をまとめる。各グループ固有の改造工事はこの項にまとめ、グループにまたがる改造は別項としてまとめた。 1 9 9 5編成1958年に本形式の試作車として 800K のデハ 800K、デハ 850K の車両形式で4両が製造された。編成構成は、裏側寄りにデハ 800K、品川寄りにデハ850型を連結した2両編成で、デハ 800K の運転台側にパンタグラフを搭載した。 製造当初は、当時の流行に倣い、前面が700型などのように、非貫通、2枚窓のいわゆる湘南電車スタイル、600系全勤車と、ほぼ同型の車体だが、ドア幅が 1200mm に拡張されている。扉配置が、やや運転台やドリキの前後非対称で、主要機器、性能は700型と同一。車体幅が、 量産車に比べて 80mm 狭く、貫通道幅が量産車の 1100mm より狭い 1000mm となっていた。製造時は700型と同一の保証巻線なし東洋電気製造製 TDK-810A 種電動機を搭載していたが、1958年末には東洋製保証巻線付き TDK-8103E を搭載し、 翌年1月に公開試験を実施した。制御機にも、最弱目解自立25%に対応するため、改造が行われ、名称が、アクドフ H875 から560バイトから、アクドフ H875 から 560C に変更された。1963年には改正ブレーキの試験に、使用されるなど、各種試験のテストベッドとなった。 この4両は1965年10月に1000型に改版し、1966年には主電動機を交換、量産車と性能を揃えた。1968年に前消灯のシールドビーム下と正面に行き先、種別表示器、側面に種別表示器を設置。1969年には、主制御機を1095編成は、 アクドフ H875 から 566A に1097編成はアクドフ H875 から 703A に交換。地下鉄乗り入れ計画があったにもかかわらず、非貫通型となっていたのは、運転室が広く取れる、隙間風が少ないなどの面が、乗務員に、京急以外でも好まれていたためでもあるが、製造当時では、法的に問題ないとされていた。 だが近く間では乗客の避難に支障が出ることとなり基準変更で貫通扉設置が義務となったため1973年に全面に貫通扉が設置され内装の張り替え列車無線アンテナ搭載に伴うパンタグラフ位置の品川方への変更貫通道幅の拡大及びつまめん窓の外側への移設運転台拡張に伴う運転台直後の窓の 連結面側へ 100mm 移動、内装の全面的張り替え、換気装置の首振り扇風機か、主底工機の更新などの工事が行われた。各種更新工事を施したものの、このグループの地下鉄乗り入れは、末期でしかなかったといい、冷房改造されずに1988年1月31日付で、廃車となり、1095と1096の機器の一部は、 でと11.12へ、1097と1098の機器の一部はデチ15.16へそれぞれ転用された。1000系100級編成1959年から1960年にかけて製造された4両編成12本が該当する。 車体幅が8 0ト、mm、ル拡大されて2 7 8 0ト、mm、ルとなり、連結面交代角の縮小により扉配置が前後、対象となった。製造当初より全消灯は、シールドビームである。試作車の試験結果から、手電動機を低回転、保証巻線付き仕様に変更した。定格速度は試作車の時速4 7トルから、 時速 43km とさらに低くなった。二両一ユニットを背中合わせに組み合わせた M2UM1UM1SM2S の編成を組み、両戦闘車が M2K 車とされたため、二両編成とすることができない。試作車と同様に、非貫通、二枚窓で,で製造されたが、1969年から1972年に、 かけて朝ラッシュ時の重量編成運転拡大による2両編成の需要増加に対応するため、1131から1242の6両編成を2両編成化して、中間車を本グループに組み込み、本グループ先頭車を正面貫通扉付きに改造した上、6両編成化して、地下鉄乗り入れ運用に充当する工事が行われた。 戦闘部形状は当時製造されていた車両と同様とされたが、アンチクライマーは位置をずらした上で流用していたため再下段が半分切りかかれていた。この工事に合わせ、室内電装系の交流電源化、ファンデリアの撤去と、首振り扇風機化、客室系高灯カバーの撤去、側面種別表示器の設置が行われた。 初期に改造された4編成は種別表示器が他社よりも低い位置にあった。屋上のモニタールーフは撤去され、1207から1242と同様に、強幅の FRP 製カバーが設置された。最後に改造された4編成は、内装の張り替えも行われ、この4編成のみ、栗浜工場の更新名板が取り付けられていた。 その後1979年から1984年にかけて冷房改造が施行された。冷房改造は別項を参照。本グループでは1001編成を除く三菱製。電装車は冷房改造に際して主抵抗機を車両を中央部から海側に移設している。1017編成は台車の枕羽ネに空気羽ネを試験採用しており、 空気バネ採用による空気使用量増加のため空気圧縮機が B グループ他社の A-2 型に対し A-3 型を搭載していた。あとに1131以降と同じ AR-2 型に乗せ替えられている。1988年から廃車が始まり一部は高松こと平電気鉄道と北総開発鉄道に譲渡されたが後者は廃車となった。 京成電鉄には8両がリースされ、後に4両が返却、廃車され、残りの4両が、千葉急行電鉄へもリースされたが廃車となった。開徳増結運用につく1049、編成冷房改造直後の1113編成1961年から1962年に、かけて製造された1049から1068の4両。 編成5本1069から1078の2両、編成5本1101から1130の6両、編成5本が該当する。これらは落成当初から全面に貫通扉を設けているが、方向膜窓などが設けられていなかったため、全面のスタイルは1131以降の車両とは異なっていた。 1961年製造者は4両編成、2両編成、各5本で製造当初行き先、種別表示器がなかった。1966年から1967年にかけて正面窓内側上部に行き先、種別表示器、側面に種別表示器を設置した。4両編成は1001から1048と同様の背中合わせユニット。 二両編成では本形式量産車で初めて M1 k の先頭車が製造された。1962年製の1101から1130の六両編成5本は二両単位で組み替えできるように、裏型先頭車が主制御機搭載の M1 k とされ、M2 系の中間車が初めて製造された。製造当初から、 正面窓内に明朝体フォントの行き先、種別表示器、側面には、ネオン鑑式種別表示器を設けた。ネオン鑑式種別表示器は視認性が悪く、故障が多かったため、後に、ゴシック対膜式に改造された。このグループは KQ で、初めての6両固定編成である。本グループまで空気圧縮機に、レシプロ式 A-2 型を採用した。 1001から1048の全面貫通化工事に続いて1974年から1976年にかけて本グループの更新工事が行われた。当時すでに新造車が冷房装備となっていたこと600型で冷房改造の実績があったことから冷房化の構想もあったが軸重増加により地下鉄のり入れが不可能となる 問題が当時解決できていなかったため、冷房搭載は見送られた。前面の行き先、種別表示器を1131以降と、同様正面窓内から独立させ、合わせて側面に、ゴシック体行き先、種別表示幕を設置、換気装置は、ファンデリアを撤去してラインデリアとした。屋上モニタールーフは残されたが、更新前の2段式から3段式に交換された。 このグループは1983年から1986年にかけて冷房改造が施行されたが、1049から1052の4両は冷房改造されずに1986年8月31日付で本形式発の廃車となった。三菱製電装車は冷房改造に際して主抵抗機を車両中央部から海側に移設している。 このグループの冷房改造時の未中間車連結面の雨戸移住感が露出したままとされた。冷房改造の際にはパンタグラフの周り配管は経路が大幅に変更されヒューズ箱が車端部に移った。先頭車はアンテナの位置が運転室よりの車端部に近づいたことから滑り止めとなる部分が若干長くなった。 それ以後のグループは改造時期により滑り止め部分の境界の処理形状が全車において完全一致していない。1991年から冷房改造車の廃車が始まり、1071編成以外は1996年までに廃車された。1071編成は唯一廃車まで編成替えされず、終始二連で使用されたため走行距離が少なく、 44年に、渡って運用された後2005年3月末に、廃車され、本グループは消滅した。1107編成と1113編成は、廃車直前に品川方2両を交換した。この2編成は本形式で唯一裏方戦闘車と、品川方戦闘車の組み合わせが変更された例であり、このままの編成で1005編成と、 北総開発鉄道に譲渡された。1125は更新工事施工時に河川観測用の潜望鏡が設置可能な構造とされ、冷房改造時以降は河川観測装置に置き換えられた。該当車両の廃車により1 5 0 0系1 6 0 1を経て655から3に移設された。 1201編成1964年から1966年にかけて製造された6両編成12本が該当する。このグループから前面の行き先、種別表示器が窓内から独立して現行の本形式の前面スタイルが確立した。連結面が折妻となり、妻部屋寝方も小さくなった。客室内伝送品が 交流化され、客室内蛍光灯カバーは省略された。側面に、電動式種別膜が設けられたが、前面の種別膜は、手動とされた。側面種別膜は、表示可能コマ数の制約により、普通は表示されず、普通列車運用時は、表示なし、バックライト消灯となっていた。空気圧縮機は、ロータリー式の AR-2 型に変更した。 東急車両製造で1964年に製造された1143編成と1201編成のみ先頭車前面の行き先、種別表示器部分の造形が他社とはわずかに異なっていた。冷房改造は1976年から1982年にかけて施行された。1173と1178は1988年から、 貨車扱いとされ、2002年に廃車された。2005年2月にこのグループで最後まで残っていた1179編成が廃車となり消滅した。1237編成1968年に製造された6両編成6本が該当する。このグループから地下鉄乗り入れに備えて、当初から戦闘部連結機が NCB2 型密着自動連結機化され、 1>, 1号型 ATS 列車無線を装備3両プラス3両に仕切れる要4号車裏が方に中間貫通扉を設けたほか運転台の機器は当初から乗り入れ仕様に合致して配置されているモニタールーフが廃止され強幅の FRP のカバーを設置換気装置をファンデリアから首振り扇風機に変更連結面交代格のさらなる縮小 座席形状の変更など、同時期製造の7 0 0系の要素を盛り込んだものとなった。1976年から1982年にかけて、冷房改造が施行された後、2005年3月までに廃車された。1 0 0 0系1 2 8 3編成1971年から1978年に、 かけて製造された1079から1080の2両、編成1本、1301から1348の4両編成12本、1351から1380の6両編成5本、1243から1298の8両編成7本が該当するが、番号通りの編成で落成しなかった車両も少なくない。このグループは、 集中式冷房装置を搭載、K9 発の新生冷房車となった。冷房化により時長が増加したため、主電動機の熱容量を向上した。1971年1972年製で、8251で8290は、主電動機出力7 5ットだったが、走行特性は従来車と揃えたまま1974年製以降は、 主電動機定格電流を 225A から 270A に上げ、90kW に出力増強された。合わせて、定格回転数を従来の 1550rpm から 1450rpm に変更。定格速度は時速 43km から時速 40.7km になっている。台車は、 川崎重工業設計の車体直結空気バネ式とされ、同社と、東急車両の両社で、同一の台車を製造した。モーターは、東洋、制御装置と補助電源装置は、三菱製で、それぞれ統一された。その他、車内は乗務員室と客室の仕切り扉が、ステンレス製から、警合金製となった。 1973年は12両編成運転開始に備えた設備増強に注力したこと。1975年は前年7月の栗浜地区水害で損傷した車両の復旧工事を優先させたため申請がなかった。増備の過程で広告枠の増設、先頭部の雨戸形状の変更など細部の変更が行われた。 1974年までに製造された68両は、当初都営1号線の軸重制限を超過したため、他社、曲線には入線できなかったが、後に、軽量車輪への交換によって入線できるようになった。また、1987年までは、地下鉄線内では、冷房を使用しなかったため、窓に、地下鉄線内では、冷房を使用しない旨の注意ステッカーが、 重複されていた。車両番号は、製造順ではなく、1079.1080は1978年製。最終製造車両も同年製の1243から1250である。1976年までの製造車は、手動式方向膜、側面は、種別膜のみだったが、 同年製造車の中間車となった1338.1339を除いて1977年以降製造の車両には1049から1068の更新で設けられたものと同じ電動方向膜が正面を呼び側面に設置された。1980年代中期の1341編成と1375編成など編成外により 側面方向膜設置編成に、側面種別膜のみ、設置の中間車が組み込まれた例もあった。1337には、積算電力計が設けられていた。電力計測時にはこの車両を中間に入れる必要があり、6両編成での地下鉄乗り入れに備えて1970年代後半から1980年代に、 かけて1332と1080の品川方に貫通ホロが取り付けられていた。このグループは、グループ内であれば、更新工事試行前の側面、電動方向マクームによる制約を除いて、編成外の制約がなく、まとまった量数があったため頻繁に編成外が行われ、このグループは、全編成が番号通りの編成だった時期は一度もない。 唯一1990年頃に1243から1298、1301から1348の全編成が番号通りの編成になったことがあるが、この時も1351から1380は8両、編成3本、4両編成1本、2両編成1本の組成であった。 1988年頃の定期検査入場時1 5 0 0型と同一材質のブレーキ周に変更、摩擦材特性に合わせて速度が時速 10km 以下になると、ブレーキシリンダの圧力を半減させる装置を撤去した。工事中及び工事試行済み編成の運転台には、B 装置改良者の表示があった。非冷房で製造された車両の冷房改造に続いて、 1988年から1994年にかけて更新工事が施行された。主な内容は以下の通りである。1993年度に600形容試験として更新工事のため、栗浜工場に入場していた一部の車両を使用してクロスシート試験を行ったが、この状態での営業運転は行われなかった。1号型 ATS の更新に伴い、 CATS を搭載する改造が2007年までに行われた。本グループでも廃車が近い編成は対象外とされ、本グループ以外にこの工事を施行した編成はない。運転台景気パネルにある ATS 表示灯は塞がれ、壁面にアイボリーの LED 式表示器が増設された。冷房改造車の冷房装置車内側、こと電場車のモノパンタグラフ直下のみ、 冷気吹き出口は、冷房機直下からオフセットした位置にあった、こと電場都社のもの1976年から、非冷房で製造された車両を対象に、冷房改造工事が行われた。冷房装置は、投資バップマイナス2209系が採用され、一両に、月4台が設置された。内装も、全面的に張り替えられ、 新生冷房車同様に極力無塗装化が図られた。冷房改造前に腐食対策として、雨戸移住感を露出させる改造が施されていたが、これを退職管とすることで、本改造時に埋め込んだ。天井部は平ら天井構造となったが、パンタグラフ下部を覗きだくとは設けられていない。電動発電機は容量75区場のものに交換され、1台で2両に給電する。 方向膜は電動化されたが、側面方向膜は、奇数社会側、偶数社さん側のみに設置され、初期の改造車は、種別膜のみで残った奇数社さん側、偶数社会側に冷房改造前と同様、普通が表示されなかったが、1983年頃の改造車から、普通が表示されるようになり、それ以前の車両も同様に改造された。 1001から1048で、側面種別膜位置が低かった編成は、冷房改造時に他社と同位置に改造されている。冷房改造前から全車両側面に方向膜を持つラインデリア車は、全車設置とされた。OK-18、OK、系台車は、重量増加に対応して、台車枠の補強が行われ、1977年に台車枠だけを、 OK-18M、OK、として4、両分製造している。OK-18、OK、系代車装備車で、初の冷房改造車となった1137、編成は、冷房機本体を搭載せずに出場し、2週間後に、冷房機を搭載している。初の冷房改造車である1179編成は、改造当初冷房装置の規制が、 イボ付きビニールでコーティングされた構成の黒いタイプであり、その外観から一部で走行冷房車と呼ばれていたが、1981年9月に多編成と同じ FRP 製の白いキッセに取り替えられた。改造は長期にわたったが、期間中大きな設計変更は行われず、末期に連結器交換準備工事が併歩残されたことによる変更がある程度である。 1982年に冷房改造を受けた1029編成の1032は2000系の登場を前に、試験的に静止系インバータを搭載したが、定期検査の際に、電動発電機に戻されている。全車冷房改造完了を目前にして廃車が始まり10 10、1049.10951097の各編成には冷房改造が施行されなかったが、 本形式の冷房化完了をもって、京急では、関東大手施設では初めて冷房化率100%を達成した。冷房改造に伴う編成外冷房改造は、番号通りの編成単位で行われ、改造後は、番号通りの編成に戻る例がほとんどだったが、 例外として1976年施行の1143編成と1977年施行の1149編成は、中間車を入れ替えて出場、後に番号通りの編成に戻った。1137編成と1173編成は、冷房改造時に3号車、4号車を交換し、1987年の編成外まで運用された。 1982年施行の1187から1188は1029編成に挟まれて出場。4ヶ月後に1185編成が出場された際に番号通りの編成に戻った。1983年7月に出場した1121から1122は同時期に検査入場していた19編成に挟まれて出場。 1119編成が、冷房改造された後も3年程度この編成のまま、運用された。1115から1116は1113編成と同時に施行されたが、戦闘車の密着連結機化準備工事の影響により、当初の1ヶ月は1037編成に含まれ、その後続いて、冷房改造された1075編成に含まれて、運用されたが、 その後1ヶ月程度で番号通りの編成に戻っている。本形式では定期検査入場の都度予備台車を活用した入場期間短縮のため台車の振り替えが頻繁に行われていたが同一系列台車間の交換はここでは対象としない。TS-811 か1971年に試作空気バネ台車を装備していた1十七編成の 中間に、デハ1 1 4 5でハ1 1 4 6を組み込む、際に台車を TS、TS-310K から、等級製 TS-811 型に交換。その後、1977年の冷房改造時に、デハ1 1 4 5で8146が1143編成に戻る際に編成全体を TS-811 に交換した。その後、 事故の OK-18、OK、台車振り替えよう及び、試作空気バネ台車等多用 TS-310、台車年出のため、1155編成とで8173で8174で8139、で8140で8177で8178も1978年の冷房改造時に TS、TS-811 に交換された。 OK-18、OK、の TS-310 への、振替え川崎車両で製造され、東洋製電装品を装備するで8029.10301041.1042059.10710721.10771078.10971098.1115には、中空軸たわみた式軸型すぎて駆動用の OK-18、OK。 台車が装備されていたが、これを1977年1978年に、上述の TS-811 下で年出した TS-310 系台車と交換した。試作空気バネ台車交換1017編成で、使用されていた試作空気バネ台車 OK-22TS-313、OK、は1977年に、 ts-310 に交換されて姿を消した。本形式の戦闘部は2回の連結器交換が行われている。NCB2 型への交換1968年からの地下鉄乗り入れに備えて1966年以前に製造された戦闘車は連結器を k-2a から 直通規格で定められた NCB2 型と連結可能な NCB-6 型に交換、その後 NCB2 型に交換した。工事中は連結機高さを変更するため、新連結機を避けるための車体かぶ切りかき形状などにバリエーションがあり、初期だと蓋があった車両もあった。CSD-90 への交換、三小ジャンパが残る。 連結器交換準備工事未試行者と連開制御箱が設置された試行済み車連結作業の省力化のため、電気連結器付き回り古式密着連結器への交換が1989年頃に行われた。1985年冷房改造の1113編成から準備工事が始まり、在来車についても定期検査とは別に入場させて、 同工事が順次施行された。外観に現れる標準的な工事は、運転台及び戦闘社会側床下への、連結規制魚板の取り付け、冷房指令、自動幕指令用ジャンパ線の撤去及び、連結起動樹の交換だったが、工事期間中に1987年のダイヤ改正に伴う2プラス6編成や4プラス4編成が出現、編成間で冷房。 自動膜指令を共有する必要が生じたため、該当編成への青色ジャンパー再取り付けなど細かい、様々なバリエーションが見られた。本工事と合わせて、補助形的が、電子保温化された。その後、1989年の1137、編成を皮切りに1991年にかけて、連結器本体の交換、非常用中間連結器の搭載などの本工事が、 行われた。また、本工事に先立って連結器制御板、取り付け用スペース確保のため冷房車の先頭社会側に設けられていた三芯のジャンパ船が撤去された。本ジャンパ船は冷房用電源故障時に編成間で給電を行えるよう設けられていたものだが、1984年冷房改造の戦後編成以降はこれを設けずに出場し、 従来車も1985年1月に定期検査出場した1259編成以降、定期検査時に撤去された。中間車連結機の交換1960年代後半以降、中間部の連結機は、J、J-55 系棒状連結機とされていたが、新町検区で車輪を作成する際に該当設備に8両編成が入れないため、 編成を6プラス2に容易に分割できるよう、中間部に回り古式密着連結機を装備していた。その後、1978年頃に4プラス4に分割するよう変更されたが、同設備に8両編成が入れるようになったため、1990年代、中頃の定期検査入場時に、棒状連結機に戻されている。 1207以降の6両編成4号車と8両編成4.6号車の裏側型には両開きの貫通字切り扉を設置されており1970年に1101から1206の6両編成にも同様に貫通字切り扉が設置されたが連結面交代角が大きいため扉のレールがへの字型になっていた1981年以降 編成外により6両8両編成となっていた。で8262.1302310.1314322.1334342.1346352に貫通時切り扉が設置された。改造車の外側窓は2段式アルミサッシのままとされたが、非冷房車は冷房改造時に、 冷房車は更新改造時に H ゴム1枚窓に改造されている。1101から1130のつまめは大きな R で構成されていたため、街灯窓取り付け部が平面に改造され、周囲の外反と段差があった。1301から1348の更新時に、 貫通時切り扉がない4両編成の3号車に、蘇生される1327.1319、1307.1335,1339の裏方にも、貫通時切り扉が設置された。1986年頃の定期検査入場時に、冷房車を対象に、ドア部分に吊り手を増設する工事が施された。当時の編成単位で行われ、 試行期間中に1987年の8両編成地下鉄、乗り入れ運用増加に伴う編成外が挟まったことから、試行済み車と未試行車が同一編成に含まれる例も見られた。初期の改造車は枕木方向に4個の釣り手が設けられていたが、後期は3個に変更、初期改造車も後に同様に改造された。 1997年から6両編成に、梅屋敷駅停車時に、ホームにかからない裏が方2両の扉を回避させない、操作を自動で行う装置を設置する工事が、行われた。その後編成外によって発生した6両編成も、編成外の都度本工事が施行されている。裏が方2両のドアには、同駅で、ドアが開かないことを知らせるステッカーを重付している。 京急では1966年の番号整理以降ほとんど改版が行われた例がなかったが、本形式では下記の4例がある。1975年7月から1979年6月にかけて 700K の左派770型を中間に挟んだ6両編成、8両編成が蘇生された。しかし、根結編成では、 編成重量の増加により加速度が低下するだけでなく、品川以北、いわば地下鉄や京成線などへ乗り入れできない、ことなどから、運用範囲が制限された。1978年以降、順次左派770型は本形式の編成から、外され、700系編成に戻るまでの間栗浜工場、または、 金沢検築で1979年まで旧車扱いとされたものもあった。また、これとは別に、朝夕ラッシュ時に8両編成に700系4両編成を増結して12両編成とする運用も1995年7月のダイヤ改正まで存在していた。 乗り入れ特急の品川方に増結された1345から13481988年5月に両編成は、登場以降終始増結用として使用され、1970年代初期の、比較的短期間、朝ラッシュ時に、浦賀堀の内間を2両編成で運転、堀の内から、品川間は、栗浜以南からの特急に連結される運用が、 存在した以外2両編成単独で営業運転された実績がほとんどない。1987年の乗り入れ特急8両編成運転拡大の直前まで約1年間乗り入れ特急の裏が方に品川で2両増結する車両の送り込みのため2両編成5本をまとめて改装する列車が存在した。2008年7月の編成外で2両編成は 一旦消滅したが、ありがとう運転直前に1351編成が2両編成に組み替えられ、2011年3月までは、クトニの牽引用として使用された。京急大子線を走る線形4両編成、39959から2 0 1線のマーク付け4両編成は、登場後各種別に運用されたが、 12両編成運転開始直前の1974年10月頃の4連運用には、4 0 0系、5 0 0系、700型が使用され、申請されたばかりの1325編成のみが4連だったことが特筆される。12両編成運転開始以降は、大師空港以外の各線の普通や朝、夕方、夜間の優等列車の増結用として幅広く、運用された。 終夜運転の際に、都営浅草線を経由して、形成化の町まで乗り入れた実績もある。7 0 0系の廃車振興により2000年から大支線に導入され、当初は朝のみ、その後7 0 0系の全廃に伴って2005年11月からは1500型とともに終日動線でも運用された。6両特急の浅草線乗り入れ最終列車。 1986年11月6両編成は、都営浅草線乗り入れ特急用の主力として1968年以降25から30本が存在したが、1988年秋の都心乗り入れ特急の終日8連化に伴って1989年秋には日本にまで激減した。その後本線普通の6連化が進み、徐々に本数を増やしたが、 廃車進行により、編成数は再び減少に転じた。800型や1500型とともに、本線の普通を中心に運用されていた。晩年には朝、夕方、夜間に、羽田空港へ乗り入れる運用もあった。1993年から1995年までの2年間は、都営浅草線経由で、北総線千葉ニュータウン中央まで乗り入れていた。これは、 北総線の車両が8両固定編成のため、ホームの長さが6両編成までだった、当時の空港線に乗り入れられなかったためである。乗り入れ特急の終日8連覇以降も、週夜運転で、都営浅草線を経由して、京成線京成高佐後まで乗り入れた実績がある。また、臨時列車として、京成成田までの運用実績もある。 1975年7月には1 9 1 0 1 3 0 2 1の各編成が左派770系2両を3.4号車に含む6両編成となったが、1021編成以外はすぐに中間車2両を追加した8両編成とされた。8両編成は登場以降1978年まで都営浅草線への乗り入れが最大6両編成に、 制限されていたことから朝ラッシュ時の12両編成、日乗り入れ特急の基本編成、快速特急として運用され、2000系統上まで下き定員制列車、ミュージックトレイン号にも使用された。1978年に8両編成の地下鉄乗り入れが開始されたが、1987年までは朝夕閣録往復に限定されており、 朝ラッシュ時の通勤回得日中から夕方の快速特急を中心に運用された。1987年から朝夕ラッシュ時の乗り入れ特急が8両編成化され、2000系の増備も進行したため8両編成は都心乗り入れ運用を中心に運用された。この時点で全編成を固定編成とすると、日中運用する6両編成が不足するため、 2プラス6編成を貫通ホロで繋ぎ、8両固定編成として、都営地下鉄の入れに充当、日中は2両編成を切り離した6両で運用する、編成が蘇生された。2プラス6編成には、編成表上にも2プラス6の8両編成として、記載され、8両編成と同様に運用されたものと、それぞれ別の編成として記載され、 組み合わせが毎日変更されるものの2種が存在した。同時に4プラス4編成を貫通ホロでつなぐ編成も出現したが、こちらは全編成4プラス4の8両編成として編成表に記載されていた。その後1988年秋に都心乗り入れ特急が終日8連化され、翌1989年から1500系の 都心乗り入れ運用への重当が始まったためにプラス6編成は消滅、4プラス4編成は廃車の進行に伴って一旦消滅した。2001年9月15日のダイヤ改正から日中の都営浅草線直通開徳の最高速度が時速 120km に引き上げられたが本形式は時速 120km 対応の 増圧ブレーキ装備工事対象とはならなかったため、これ以降ダイヤミダレや2007年の一時期を除いて日中の回徳には運用されなくなった。8両編成は2008年8月に1351編成の中間車を1329編成と1381編成に移動させたことで中間に先頭車を含まない貫通編成が消滅。その後、 同年11月まで1351編成と1381編成が4プラス4編成を組み、8両編成として運用されていたが、新線型1097編成の導入に伴って分割され、8両編成が消滅した。1975年9月から1979年6月に、 かけて左派770型を5.6号車に含む8両編成が存在し、ラッシュ時を中心に運用された。本形式は登場以来需要の変化に対応するため、頻繁に編成が組み替えられた。各時代の編成数を可表に示す。ありがとうギャラリー号に装着された、ラストラン、ヘッドマーク2008年2月25日から12月23日まで。 京急創立110周年を記念し、2編成に過去に営業を運転された車両をイメージした、ラッピングを施して運行された。1309編成が、昭和20から30年代の車両をイメージした、ありがとうギャラリー号。1321編成が、大正昭和初期の車両をイメージした、歴史ギャラリー号とされた。両編成には車内に、一般公募によって選ばれた。 写真、絵画や K9110 年の歴史がポスターとして展示されたほか、戦闘車の全面貫通扉倉庫にヘッドマークが掲出された。その後両編成は、下記の通り装飾が変遷し、イベントなどにも使用された。廃車された車両の一部が上渡、貸し出されたほか、事業用車への改造も行われた。高松琴平電気鉄道高松琴平電気鉄道には、 合計20両が譲渡された。1 0 8 0 k s 1 8 0型は1 0 1から1048のグループで、1988年から1991年に、かけて1081から1092の2両編成6本12両が譲渡された。全車東洋製電装品 TS-310 系代車装備車である。B グループは2両編成が組めなかったため、 上都にあたり、京急時代の裏側法戦闘車の運転台を、同裏側型から3両目に取り付ける改造を行った。1300K1300 1300型は1243から1380のグループで、長尾線で使用されている。1313 13から1316.1291から1298の2両編成2本4両が2007年7月31日から、 営業開始、ついで1305から1308.1243から1250の2両編成2本4両が譲渡され、2011年9月1日から使用されている。このほか元 KO 帝都電鉄初代5 0 0 0系の譲渡車である1200型は、転入による期間変更のため、台車が本形式の廃車発生品に交換されている。 北総開発鉄道1991年3月31日の京成高佐後新鎌ヶ谷間開業に伴い、7 3 0 0系の登場と合わせてデハ1005デハ1008デハ1107デハ1118の16両が譲渡された。この2編成は、京急時代末期に変則的な編成を組んでいたが、そのままの編成で譲渡された。 7151から7158は、当初4プラス4の8両編成。7161から7168は8両貫通編成。主な改造点は、以下の通り。7151から7158は1992年7月の、新形成電鉄との直通運転廃止に伴い、進化まがや、 千葉ニュータウン中央間の区間列車用として7151から7154と7155から7158の4連2本に分割、新鎌ヶ谷い島で運用されたが、1996年12月に4プラス4の8両編成に戻っている。7155から7158は1994年に、客用。 ドア外部を1枚ごとに異なる塗装と相当し、7151から7154も8両編成に戻る。再同様に変更されたが、他社には採用されなかった。形成からリースした7050型への置き換えに伴い、7161から7168は1995年9月に、 7151から7158は1998年1月31日付で、それぞれ廃車され、京成総合車両基地で解体された。なお、定期検査は、京急栗浜工場で施行されていた。京成電鉄千葉急行電鉄京成線、京電車で、8029で8032で8037で8040の8両が、 京急の子会社である京急車両工業を通じてリースされた。これは京成の冷房化率が大手施設の中で低く、早急に冷房化率を上げるために取られた施策であると言われている。塗装は赤い車体に白帯のままだった。最後の青電であった210型が全廃された直後の1988年から4両編成2本が8連固定で、 使用されたが4両編成でも使用された。主な改造点は以下の通りである。形成での運用中に以下2点の追加改造が行われた。形成3 7 0 0系の増備に伴い1991年に1編成を返却して除籍解体し、残る1編成は塗装青に白帯に、社名表示も千葉急行に変更の上、 翌1992年に、千葉急行電鉄へ貸し出し、同社唯一の保有者として、京成の四連普通運用と共通で使用されたが、京成急3 0 5 0型と交代して1994年に、返却、除籍となり、栗浜工場にて解体された。北総への譲渡の際には、この経験が生かされた。京急の新性能貨車は、部品は、 再利用しているが車体は申請されたもので、車席は引き継いでいない。デチは後に救援車となり、デトに改造、改版された。本形式の全廃に伴い、営業車両と機器を統一するため、デト6両の機器更新工事が行われ、台車、運転台機器、制御機などが交換された。京急ファインテック。 栗浜事業所に残る1351から13562012年5月28日撮影、k 9 8 0 0系電車に関するカテゴリー、北総開発鉄道7150系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。